ジーンです。今回は視聴者さんからお裾分けしていただいた可愛いメモ帳を大量に紹介していきたいと思います。全部可愛いので大事に取っておきたいと思います。可愛いこのあたり、すみっこ暮らし最近すごいハマってるんですけど、エビフライの尻尾と、これはいろんなキャラクターが載ってますね。可愛い。これはこうやって折って使う、便利、すごい便利ですね。これもう折ったらすぐお手紙になるメモ帳ですね。これいいな、こういうの味もちょっと欲しいなと思います。これを送ってくださった方ありがとうございます。このあたり隅っこ暮らしなんですよね。あー可愛い。このメモ帳、隅っこ暮らしの猫が恐竜になってる。うわー可愛い。すごいすごいたくさんこうお裾分けしてくださった方がいて、うわー可愛い。キュウリなんだっけ、ペンギンだ。雑草、うわーかわいい。タピオカ、これなんだっけ、恐竜なんだっけこれ、わからない。歯が出てきた。歯ですね。歯車スタイル合ってますか。歯車スタイル、噛み砕いてご説明します。面白い。これもサンリオのキャラクターなんだ。知らなかったです。歯が立たない、これすごい面白いね。名前書けるようになってる。あ、歯車スタイルって書いてる、合ってた。歯につまらないものですが、かわいい。うわあかわいい。あ、もう全部大事に取っておこう。ありがとうございました。こんなかわいいメモ帳があるんだ。スミックブラシ嬉しかったです。あとこれ何か入ってたん。ガチャガチャのアイドリッシュセブンのメモです。3回やってかわいいデザインのものがあったので送ります。うわーありがとうございます。こんなガチャガチャがあるんですか。かわいい。アイドリッシュセブン、あ、ほんとだ、メモ帳になってるんだ。かわいい。お、これガチャガチャの説明かな。こんなのがあるんですね。かわいい。ミニメモ6枚、ミニ封筒1枚、ステッカー1枚。お得。あ、これが封筒だ。あーかわいい。ありがとうございます。使えないので大切に取っておきたいと思います。かわいい。このキャラクターは何だろう。プリンみたいなのがいる。かわいい。ありがとうございます。これなんかすごい気になるのがあった、ここに。これどうした、どうした、おにぎり食べてるしかもここ日本じゃないんだ、日本になってる。かわいい。わ、裏にねこうやって書ける。あー、この人も笑ってるありがとうございます。こっちも、あ、笑いが止まりま1000円って書いてある。うまいね、うまいね。ありがとうございます。この辺もなんか、あー美味しそう。ポテトチップス、これはハムかな。あー、ベーコンもあった。あー、トマトのシールをつけてくださってる。ありがとうございます。この食べ物系面白い。うわー、やばい、こんなに笑ってしまってる、太っ腹。すいません、本当にありがとうございます。すごいたくさんあった。この辺りはビスケットとかクッキーかな。お、これはちょっとなんか緑のね、緑のものがついてる。
これなんだ、チョコレートとかがかかってるのかな。こっちはチョコ、あ、抹茶とチョコレートかな。美味しそう、とにかく美味しそうとにかく美味しそう。あとは食べ物系、あー、ここにもスプラトゥーン、スプラトゥーン来た。ここにからしマヨがついてる。スプラトゥーンとさっきあったよね、アジ、アジとスプラトゥーンとベーコン、わあ美味しそう、ありがとうございます。あのポテトチップス、あ、チョコレートもあった。チョコレートさっきどっかにも、あ、これは見たことないんですよね、このアイスのモナカになってる、すごい美味しそう、かわいい。こういうのでお手紙もらうとテンション上がりますね。あとこの辺りすごいね、たくさんシールをくださった方がいらっしゃって、これ全部同じ方がくださったんですが、かわいい、こんなシールもらっちゃっていいのかな。すごいみんな寝てるんですよ、動物がすっごいかわいい、しかもこうキラキラしてるんですよね。あー、かわいい、もったいなくてね、絶対使えないです。でもこのシールは何かこのスマホとかに貼ろうかな、かわいいから貼ってね、ずっと使いたいですね。かわいい、かわいいなあ。あー、ここにもいた、猫ちゃんがいた。みんな寝てるんですよ、かわいい、ありがとうございます。続きまして、あ、この辺りもねシールを送ってくださった方がいました。かわいい、猫ちゃんのシールがかわいい。ここクマもいた、かわいい。お裾分けファイルじゃなくて、大事に取っておくファイルをね、今度動画で作ってみたいと思います。リクエストが、お裾分けファイルを作るリクエストが去年からすごく多かったんですけど、私メモ帳をほとんど持ってなくて持ってなくて、ここにもパンダがいましたね。あ、ウサギもいた、たくさんいた、ありがとうございました。そう、お裾分けファイルにできる量のメモ帳がなかったんですよ、うちには。なんですけど、この去年1年ですごくたくさんこうメモ帳皆さんから分けていただいたので、ちょっとお裾分けファイルを作ってみたいと思います。あー、かわいい、ありがとうございます。もらっていいのかな、本当にすごい、これなんかこういう風につけれるんだ、うわー、ありがとうございます。これお裾分けファイルの一部とか使えるのかな、ねえ、これ使ってみたいです。でもね、もったいないので使えないです。付箋は普段からよく動画をこの日にこれを今日は出すとかこう決めるときに付箋を使ってるんですけど、あー、もったいなくて使えないな。これはね、大事に取っておきます。あ、ここにもペンギンちゃんがいた、わー、かわいい、スヌーピーと、あー、すみっこ暮らし、かわいい。これもタマネコ、かわいいシャンプーハットみたいになってる、タマネコ、あ、ここにもいた、タマネコ、わー、このキャラクターはね、私知らなかったです。かわいい、タマネコって書いてある、タマネコ。お、ウサギのシールがありました。あとはね、ほんと見たことないあのキャラクターが結構あって、空想水族館、わー、かわいい。あ、リラックマがあった、リラックマ空想水族館、これはプチラ、プチラって書いてある、プチラ、これもねちょっと知らなかったです。プチラかわいい、プチラで合ってるのかな。アザラシ、うわー、かわいい、メモ帳がいっぱいある。お、これ箱根って書いてある、箱根のやつだね、うわー、ありがとうございます。黒玉にゃんこって書いてある、
猫のり、猫ロリだ、猫ロリ、ありがとうございます。猫ロリ、あ、ここにもね、プチラいた。これ同じ方だ、さっきね送ってくださった方と。プチラと空想水族館、ぜひ使ってください。ありがとうございます。使います。あ、使いません、もったいないから使えないんです。ありがとうございます。もったいないからね、使えないんですよ。大事に取っておきます。あー、このあたりもすごい私が好きなお菓子だ。皆さんはどの味のチロルチョコレートが好きですか？アジンはこのきなこ餅が好きです。すごく好きです。うわー、かわいい。コンビニにあるとついつい買っちゃう。かわいい。うわー、これだけ種類があるんだ。懐かしの味から。わあ、でも一番このきなこ餅がやっぱ好きですね。これはよく買います。こんな可愛いメモ帳があるんだ。可愛い。ああ、ここも、これこの前ロフトで見かけてすごい気になってたキャラクターです。なんて言うんだろう、ジンベエザメ、なんて言うんだろうこの子は。ジンベエさんと仲間たち、かわいいな、すごいかわいい。ネコンブ、うわー、これすっごい気になってたんです。ありがとうございます、嬉しい。あー、ここにも猫の、猫から、違う、絵の具から猫が飛び出してる。あーめっちゃかわいい。なんじゃこりゃめっちゃかわいい。おー、パレット、そうパレットスライム、もう最近、リクエストがあったので近々やりたいなと思ってます。かわいい。うわー、絵の具から尻尾が出てる。うわー、もったいなくて絶対使えない。こんなかわいいメモ帳は知らなかったです。かわいい。あとこの辺りサンリオかな。あー、かわいい。アジーはサンリオの中でポムポムプリンが大好きです。ポムポムプリングッズをすごく集めてます。バツ丸、なんだっけ、なんだっけこの子、ポチャッコ、あれ違う、なんだっけ、ポチャッコわかんない。でシナモロール、キキララでしょ、マイメロディ、キティちゃん、なんだっけ、あれだよ、ハンサム、ハンサムじゃない、出てこないこれがキラキラキラピー、あのポンポンプリン。あー、これも、これバツ丸のあれだったっけ、かわいい、かわいい、ありがとうございます。こんなにたくさん皆さんからお裾分けしていただいたので、ちゃんと動画で、お裾分けファイル、アジンの場合は保存用なんですけど作ってみたいと思います。あとはまだね開封できてないんですけど、よいしょ、皆さんからねこうやってプロフィール帳もいただいてます。お名前を間違えないようにちょっと封筒からすべて出せないんですけど、これをいついつ書いて返そうと思ってます。書けるところをいつも書いてます、ね、いろんなプロフィール帳もね、いろんな種類があるんですよね。今これも別の方なんですけど、かわいい。これは猫のプロフィール帳だ。こうやって皆さんが入れてくださってます。ありがとうございます。ちょっとこの辺りいっぱいプロフィール帳をちょっと書かなきゃと思って取ってあるんですけど、ここにも入ってなかったかな、あったあった、こんな感じで預かってます。はい、早急に書いてお返事したいと思います。
可愛いメモ帳とかおすすめの文房具とかがあったらまたコメント欄で教えてください。私も買ってみたいと思います。